電話診療とファックス処方箋を許可、厚労省。本日、厚生労働省が持病をお持ちの方に対し、新型肺炎の感染が拡大しないようにするため、電話などを使った診療とファックスなどを使った処方箋の薬局への送付などを認める通知を出しました。このの新型肺炎については何らかの持病房 お持ちの方や高齢者の方が私立率が高くなる傾向があり、そういった方々が薬をもらうために病院に通い続けてしまいますと、新型肺炎に感染する恐れが高まってしまいます。そのため、厚労省はこのような決定をしておりますが、ただ、薬局に患者の皆様が 集まままってしまいますと、その薬局において感染が拡大する恐れもございますので特に新型肺炎において致死率が高いとされている持病をお持ちの方については薬局ではなくて薬局で薬を受け取るのではなくて宅配サービスを使って自宅で薬を受け取れる体制を日本政府には早急に整えていただくように お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました